ルードビック・アームブラスター・ルートビヒ・アルムブルスターは、オーストリア国籍を持つ、チェコ人のカトリック司祭、哲学者。プラハ生まれ。プラハカレル大学進学部名誉教授、上智大学名誉教授。1928年、プラハで祖父が、オーストリアの出自を持つ家系に生まれた。1934から1939年、 プラハのヌスレ地区の改革的小学校で学ぶ。1939から1947年、プラハのビシェフラット地区の国立総合高等学校で学び、卒業後にイエズス会、チェコ文会に入会する。チェコの巡礼地でもある、ベレフラット、CS、ビレラッドで2年間進学準備をした後、ジェチーン氏のイエズス会哲学。 社会学学校で哲学を学んだ。1950年、チェコの州のイエズスカイ氏は、宗教上の理由により、ボホスドフ、CS、ボホーゾドーフに強制送還され抑留される。しかしアルムブルスターは、オーストリアの出自であったために、抑留を解かれて出国が認められた。1952年、ローマのグレゴリアン大学哲学科を卒業する。 ローマでアルムブルスターに日本での伝道が告げられる。来日して横須賀市で日本語を2年間勉強した後、上智大学で哲学を学び、ヨハネスジメスに支持する。その後4年間ドイツのフランクフルトにあるザンクト、ゲオルゲン哲学、進学大学で学び、1960年、ヤスパースに関する研究で進学博士、1959年に除外し、 司祭となる。1961年に、再び来日した。1962年4月から、上智大学文学部哲学科講師となり、助教授を経て1969年から1999年まで、教授を務めた。カントからヘーゲルまでの様々なテキストを使用して、ドイツ関連論を詳細な哲学史的背景ともに、教授した。弟子に、 東京大学教授山脇直次、上智大学教授大橋洋一郎、広島市立大学准教授柿野木信幸らがいる。1975から1983年、上智大学図書館長を任命され、1984年に開館した上智大学中央図書館の建築に尽力した。1965から1970年、 東京神学校の校長。1989年から、チェコのイエズス会と、神学大学の復興に尽力し、定期的に、チェコを訪問した。1999年に、チェコの故郷へ帰国し、2003から2010年、プラハカレル大学神学部学部長を務める。現在、プラハ聖イグナチオ教会司祭。2006年、 上智大学での大学図書館建築への貢献に対する建築部門及び日本とオーストリア、チェコの交流への貢献に対してオーストリアの科学、芸術名誉十字章訓一等を除訓。2008年10月28日、チェコ大統領バーツラフ・クラウスにより教育分野のチェコ国家功労勲章を除訓。上智大学の授業では 1970年代のヨーロッパでの中国人と日本人の見分け方は首からカメラを2、3個ぶら下げているのが日本人。日本で年末に日本人が第9を歌っているのを見ると嫌になるなど日本人を別視する発言をしているなどと悲壮的に受け取る学生も中にはいた。ただし就職活動でゼミの宿題を忘れし泥も泥の言い訳をする学生に 大変でしょうね。就職活動はしなければならないし、授業にも出席しなくてはいけないし、とボヘミア人特有のユーモアで返したこと。真摯さの中にも温かいユーモアが、励ましの中にもブラックな要素が、からかいの中にも溢れる愛情が、たっぷり混じっていて、まるで彼の恩師の一人であるアドルノを思わせる、口ぶりを通して、学問だけではない人生の苦さ、深さに気づかせ、 上智大学の一教室という日本の片隅から一人、数との学生を育て上げようとしていたと捉えることができる。ちなみに、哲学のゼミで、彼が好んで使用していた表現は、小銭で支払いなさいというもので、これは、例のアドルノの口癖でもあったという。2021年12月18日、死去。93歳没。後日、 東京都で追悼ミサが行われる予定。アルムブルスターの思想は、キリスト教とは、異質な宗教的環境で過ごしたことを特徴としている。彼の哲学的見解は、戦後日本に対するアクチュアルな問いかけの回答であり、近代ヨーロッパ思想との媒介を行うことが、上智大学での彼の課題であった。特にイマヌエル・カント及び、ヘーゲルをはじめとする、ドイツ関連論。 現象学、実存主義を研究した。黄金のプラハから来た、イエズスカイシ、ルドビーク・アルムブルスター、ハブマナ共有者間、ありがとうございます。